メダイクチャンネル。皆さんこんにちは、アシスタントの立花由衣です。今日はヤフー知恵袋の宮大工の質問について塾長に答えてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。はい、さて今日の質問なんですけど、おしら様という神様を家で祀っているものです、母方の実家で祀っているのですが、おしら様の世話をしていた祖母が急死してどう祀るのか聞くことができませんでした、毎年少し遠い神社に行って遊ばせなければならないそうですが、祖母が高齢になってから何年も行けていなかったようです、粗末にしたくないという気持ちは山々ですが、どうもやり方もわからないし、管理できる人がいないのでどうすればいいかわかりません。どうしたらいいでしょうか。はい、一番心配なのはおしら様の管理なのですが、宮大工の家系だったので家の神棚でおしら様と同じように恵比寿様とお稲荷様も祀っています。お供え物はしているのですが、特別な管理とか必要でしょうか。詳しい方教えてほしいです。稲荷様と恵比寿様を祀っている私の曽祖父が作ったものですと言って写真も持ってるんですけど、で補足として現在高校生なのですが、親は神様を粗末にしたくないから誰かに管理してもらいたいと言っています。お寺や神社に頼むことはできますか、という質問ですね。なるほどなるほど、はい。そのおしら様が何なのか、はい、何なのかって言ったらこれですけど、そうですね、ちょっと分かんないですけどね。そうなんですよねなんかおしら初めて聞きました私も。なので、はい、おしら様特別なお祭りの仕方があるのであれば、はい、どこかにね、遊ばせに、あ、そうですね、といけないってことですよね、はい。祖母がおしら遊ばせをしに行っていたのは青森県弘前市の工藤寺、工藤寺だそうです、ということなんですけど、なるほど、おしら遊ばせっていうのがあるみたいですね。これ東北地方の何か土着の神様的な、神様なんですかね。けどなんか三宅のなんかそういうのなんじゃないですか。九州言葉ですよね、遊ばせって。そうですね、うん、ですよね、はい。古文の授業で習いました行きました遊ばせられる、ね、ってことは何かそういうお宮に関係のある皇族の方の、はいはい、なんか信仰があるんじゃないですか。あ、特別な、そうなのかもしれないですね、うん。まあ、けども、はい、まあ、そういうことであれば、うん、天皇陛下の、うんうん、まあ、その神様の末裔が天皇陛下ですからね、はい、天照大神も末裔なわけですから、はいはい、ということは、まあ、それに習うのであれば、うん、まあ、お供え物を、まあ、普通の神棚と同じように、うん、まあ、榊おみきですよね、はい、でお塩とかお米とかですね、うんうん、お水もそうですし、っていうのはまずした方がいいかもしれないですね。あ、普通の神棚にお祭りするものと一緒に、うん、ってことですよね。で、はい、まあ、そう気持ちなんですよ、要はね。神さんがこうしてくれって言ったわけじゃないんだけども、はいはいはい、まあ、そういう風にしていた、した方が神さんに喜んでいただけるんではないだろうかな、みたいな、うん、いうことなんで、うちの気持ちが伝わればいいのかなということですね。そうそうそう、おしら様的にどうなのかって考えた時に、はい、何がいいのかってことを自分の中でしっくりくるもので、で、まあ、そういう東北ですか、はい、東北でお祭りされてるのであれば、はい、お祭りされてる方のところを見に行って、ね、うん、するかですよね、うん。実際に近くの方とか、うん、おしら様をお祭りされてる方がいらっしゃるかもしれないですもんね。よく言ってたらなんかちょっとねコメントいただいてね。そうですね、はい、うん、こんな風にしてるよっていうご意見があれば教えていただきたいですね、はい。一応ベストアンサーには、お供え物を捧げて拝礼を続けることが重要です、また地元の風習があればそれも行いましょう、それにしても立派な宮方ですね、宮大工の仕事ですね、恐れ入りました、大切になさってください、ということで、まあ、ここに載ってる写真の、なるほど、はい。ちなみに宮大工は神棚作らないので、あ、作らないですねまた別 の、 あの宮師さんっていうところがいてるんですね。へー、あのそういう神棚専門で作ってる職人さんがいてるんですけど、あ、そうなんですね。ただその人たちも結構数が少なくなってきたんで、まあ、宮大工が作ることも最近はあるかなっていう感じですね。宮大工さんって何でも作れるんですね、技術として。基本的に加工技術は類似してるものなんで、はいはい、ただ大きいのか小っちゃいのかっていうだけなんで、うーん、
あで、はい、神社さんとかにお願いできるのかって言ってありましたよね。あそうですね、お寺や神社に頼むことはできますかって書いてますね。あそれはできますよ。でまあ何ていうんですかね、お祭り自体をお願いするという、うんうん、なんていうんですかね、まあ、2パターンありますこれ、はいはい、1つは今お祭りしていただいている状態で、はい、神社さんに来ていただいて、はいはい、そこで月並み祭っていうお祭りを毎回やってもらうんですよ、毎月ずっとっていう方法、これが、はい、いいかもしれないですね。でもう一つはもうお祭りすること自体ができないので、はい、もう一回帰っていただきたいと神さんにね、っていう時は、うん、あの小抜きって魂抜きのやつを、うんうん、まあ、お寺でもやってますけどね、うんうん、お寺さんとか神社さんにお願いしてやってもらうと、はいはい、なるほどです。であとはお焚き上げしていただいたりとかするんですけど、はいはい、そういったことは一応できますんで、神社さんでもお寺さんでもどちらでもしていただけるんですか。神棚ですけど、あできますできます、うん、はい、そしたらお近くの、まあ、神社さんの方がいいんじゃないですかね、今聞いてる限りでは、はい、うん、そしたらこのおしら様を祀ってる方はお近くの神社に一度ご相談に行っていただくのがいいってことですかね、うん、そうですね、うん、はい、そんな感じ大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。おしら様のことそこまで詳しくなかったんで、はい、初めて聞きました、はい、またね、うん、東北出身の方がおられたら、はい、またコメントをねお願いします、はい、というわけで今日はこの辺で、はい、終わります。ありがとうございます、はい、どうも、ありがとうございました。